からはシンガーソングライターひろみさんのステージをお届けしてまいります。ひろみさんは台湾生まれ台湾育ち、18歳より来日し、独特の情景描写、台湾で感じた物事や景色、中国語を織り交ぜた歌詞が特徴的なシンガーソングライターさんです。それでは皆様、その透明感ある歌声とともに織りなす素敵なステージをお楽しみください。ひろみさん、どうぞよろしくお願いいたします。札幌の皆さん、こんにちは。はじめまして。台湾からやってきました、台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。18まで台湾で生まれ育ち、高校卒業後にやってきました。今日は人生2度目の札幌ということで、ちょっと台湾の架け橋になれたと思いまして、3曲、自分で作詞作曲をしました台湾の景色の曲をお届けします。3曲聴いて、あ、ちょっとひろみいいなーなんて思ってくれたら、ぜひ今日は CD を東京から持ってきてますので買っていただけるととても嬉しいです。まずは1曲目、皆さん知ってる花かもしれません。夜来る香りと書いて夜来香と読む花が台湾には咲いています。その花を使った物語の曲を聴いてください。夜来香
ライシャンお届けしました。私名前がちょっと難しくて、山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。有没有今天从台湾来的朋友？いない。札幌、台湾から来た人、台湾に行ったことあるよという、あーたくさんいる、ありがとうございます。私台湾の台中という真ん中ですね、生まれ育ちました。続いての曲は、今日はね、台湾、札幌避暑地と思って東京から来たんですけど、暑いですね、暑いんですけれども、そんな暑い中、皆様に美味しい美味しい台湾のお茶を歌を通してご馳走したいなと思います。一杯茶という曲です。一二三来来来一杯茶，再来一杯茶，来来来一杯茶，再来一杯茶。茶碗蜜きを五線譜にのせて、九子譜で一口。くだらない会話の中で。ありがとうございます、私昨日まで北海道の一番かな、東にある中標津でライブをしてきた、知ってます？そう、中標津でねワンマンライブをしてきて、今日は札幌で台湾日本祭りということでとっても嬉しいです。最後の曲も、台湾に咲く花を歌った曲です。4月下旬から5月上旬にヨートンファーと言われる白い花が咲きます。お花が白いので別名5月雪として、たくさんの台湾の人に愛されている花の物語を聞いてください。
五月雪。ください。ありがとうございました。ひろみさん、ありがとうございました。改めてひろみ
さんに大きな拍手をお願いいたします。